はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、今回はちょっとね、パチンコドラマ向けにバンバダローを連れてきたんで、純正受けループでねやっていこうと思います。ちなみにポリゴン Z が受かんないんで、ハピから入んなきゃダメかな。これハピバドロー、ここまで確定。マタドバスでもハピで見れるでしょ、おそらく。だからやばいのが、あとウーラオスとハッサムさ、バンバドローで頑張れないかな。剣舞3回されて負けんのは目に見えてんだけど、それ考えると、ドヒドイデーだけど、ウーラオス、おそらく、悪なんだよね。だから、キュアはでもいいかな。この選出でいきますか。ちょ、さっきもこういう感じの並びと当たったんだけど、流行ってんのかな、この受けループからすると。きついポケモンをとにかく片っ端から詰め込みましたみたいなパーティー流行ってんのかな。あんま流行んないでほしいんだけど。ハッサムから来る、まあ、素直にトンボ帰りなら全然いいんだけど、剣舞を3回バンバドロが鉄壁を持ってないのいいことに、3回鉄壁される、剣舞されるとやばいんだよな。まあさすがに初手だし、素直にトンボとかだと思うけどな。ちなみに剣舞から入ったハピに火炎放射とかあるのも嫌だろうし、まあでもバカリーでそもそもハピが死ぬから、普通は突っ張れない場面だけど、まあ結局トンボでこっちの厚投げ見てから投げれるわけだから。カーラーリー強くね。てかバンバドルまずいよなこれ。幸いにも相手地面の一環が切れてないから、ふん、決めろ、頼む頼む頼む、引いておく、おく、誰誰誰誰誰誰、アシレーヌ、いやいやいや、ここは自信打ってても意味ないから、ふん、まあハピ引きで、まあアシレーヌに対してはとりあえずハピで OK かな。瞑想あるから、瞑想してきても平気だし。ああ、強くね？急所か。トラータかな、一回。ハッサムに引いたときに、トラータで焼けたりすると美味しいんだけど。どうかな。ハッサム。焼け焼け、燃えろ、燃えろ、燃えろ。ふっ、ふっ、焼けど。来い来い来い、やけど引け、にー引かない。まあでもバンバドロしかない。これドヒドヒで連れてこなきゃダメだったかな。ハッサム舐めすぎたな。ハッサム来ないと思ってたんだけどな、崩しとしては。トンボ返り。やばい。強くねこいつマジで。バンバドロがどんどん削れてくんだけど、ハッサムマジさ、どうしたら。アシルハッサムってくんだったらドヒド投げとけばめちゃくちゃ刺さってたんだけど、結果論なんだよなそれは。アシレヌだよね。まあ、次のトラータで焼きたいけど釣られなくて、焼きたいな、麻痺でもいいけど。さっきもこの人急所待ってきたしな。そろそろこっちもなんかやり返したいんだけど。焼けんのか。まあまあ、まだいい方だけど、これは。別に。そんなに、重大な事故にはならないからいいんだけど。その代わりこっちも、なんか引きたい。なんか引きたいな。まあトラータしか打つ技ないからトラータなんだけど、ハッサムあれハチマキじゃないかな、やたら強いんだよな。ハッサム、ちょ、焼け、やけど引け、オッケー、きた。ポケモンは気持ちで
やるゲームなんで、キュアワーで見れたりしないかな。バンバドロ削れすぎちゃって、話にならなくなってきたんだけど。ちょっとハッサムに、あ、いけんじゃね？キュアワーで。いけるっしょ、これ。焼けてるから、なんとかなると思うんだけど。ボガエリだよね。オッケーオッケー。ここにバンバドロあんま当てたくなくて。まあ、アッキここで食っちゃうから、パチンコドラゴンをキュアワで見るみたいな話結構怪しくなるんだけど、アシレーヌならアシレーヌで、キュアは一応瞑想もあるから、それはあんま悪くないんだよね。これバンバドロよりもしかして、キュアワが活躍するみたいな話がある？勝つなら別に僕は誰が活躍しようが何だろうが別に勝てば何だっていいんだけどさ。とは言ってもね、バンバドロ、まあじゃあ、ハピナスがトラトで焼いたのが偉いっていう話に終わっちゃうけど、これだと。いや、でもこれアシレじゃ多分ね、きついんだよね。こっちアドリギ入れて、瞑想積んでく。で、今日はって S の種族値100あるから、多分アシレのより早いんじゃないかな。S 振ってないけど、別に。ってはいないけど、パチンコドラゴン来た。こっからパチンコドラゴン来んの？だいましてえな、これ。悩んでのこれでしょ？でも B 上がってんだよな、こっち、キュアは。ヤドリギから入って、次、光合成とかでいいでしょ？第3打だったらちょっと困るけど、OK、ダイマックスしなくてよかったね、これは。ハッサム。オッケー当てる。これで宿り木と火傷ダメでハッサム削れていくから、まあ、バンチ多少もらおうが、キュアワのヒットポイントの方が、でかいでしょ。うん。で、瞑想一回押しとけば足で引きもオッケーになる。から、いいんじゃない？割と。ハッサムに宿り木入ってんのがでかいな。まあ、じゃ剣舞がちょっとだるいけど、剣舞がちょっとだるいけど、まあでもいずれにしてもハッサムにこれで限りができたから、まあ、剣舞なら剣、いやー、パワーあったし、そうだよ、ハチマキだよね。オッケー。焼けてるのとアッキのおかげでめっちゃ余裕になったな。瞑想して、こいつ回復技を先制で打てるから、バンチとかより早く回復できるんだよね。それが強い。瞑想2回押しとくか。で、パチンコドラゴンに対してダイマックス無理やり切って、ダイフェアリーでぶっ飛ばせばいいから、ヒットポイント半分より多い、7割ぐらい残して、パチンコドラゴンと当たれれば、悪くないんじゃないかな、意外と。バンチ。うん、こんなもんだよね。瞑想して。これ、ドレインキッスで、ハッサムしばけないかな。いやー、その必要はないか。光合成でいいな。さすがにこれしばけるから。いや、光合成でいいや。宿り木で結局回復するわけだし。オッケーオッケーオッケー。強えじゃん。なんかちょっと活躍して嬉しいわ。ちょ、これを取るために今日、いろんな、あらゆる TOD と戦ってきたからね。ちょっと、どんぐらいだろう。育成とかも含めて、なんか、4時間ぐらいかけてやってるからちょっと嬉しかったです。じゃあ、疲れたんで今日、これで終わります。おっつ。